18番目、6番の中村雄介、4番、5番、そして3番の前にもいるか。1、2、3、6、4と早めにホーム側、5号艇の小林6コースを選択か。ボートレース琵琶湖 G3 鶴屋パン提供第9回みんな大好きサラダパン賞開催の5日目、ベスト6が決まります。水面は最終12レース3つ目の準優勝戦です。インコースに入った1号艇大阪松井茂、予選トップから優勝戦1枠ゲットがかかります。2期の陰線。2コース2号艇地元志賀吉川明雄、1年9ヶ月ぶりの地元優勝戦進出があるか。3コース定番通り3号艇福井中島康平は琵琶湖連続優出にチャレンジ。4コースに入った6号艇地元志賀中村雄介、地元40回目の優勝戦進出なるか。5コース角4号艇東京内山俊介、6コース5号艇福岡小林亮太、内山小林ともに今年初優出へアタック。進入スタイルは4対2。12秒身の回転が始まって間もなくスタート10秒前。2周レースです。周回短縮最終12レース準優勝戦。1番2番3番6番ダッシュが4番5番です。スタートしました。スロー4艇がほぼ揃ったスタート。インコースから1、2、3、6です。1周1マーク1号艇マスがインから先制体制に逃げる。3号艇が握って攻める。内を切り込んで2号艇後方から6番4番5番でバックスレッジ入って、さあインから押し切ったか。先頭は1号艇松井しげる。さあ2番手6号艇の中村雄介、2番手優勢、外が4番3番内から2号艇。さあ2番手争いは混戦模様。最後方が5号艇。1周2マークスタートは正常。2番手争いは吉川が先に回った。引いて切り込んで6号艇中村雄介、6番の中村雄介2番手をキープ。3番手争いは4号艇3号艇2号艇か3艇が固まって、最後方が5号艇。レースは2周目最終周回に入っております。まだ優勝争いは分かりません。6番2番4番偶数艇が3艇が接近。最終周回1マーク4号艇が張って回るところ、中村雄介かわしました。単独の2番手3番手は2号艇4号艇吉川明雄、2番3番手優勢か。上下の3人が1、6、2、最終ターンマークの旋回。先頭1号艇松井、予選トップから堂々優勝戦1億ゲットが目の前。さあ6号艇中村雄介、地元40回目の優勝戦進出が目の前。2号艇吉川明はどうやら3番手か。1、6、2、4でしょうか。2番4番接近で間もなくゴール。先頭1番の松井しげる五輪、2番手6番の中村雄介、3番手は2番の吉川明、4番3番5番がゴールインです。以上最終12レース準優勝戦でした。